アラペコアザラシと申します。信長の野望申請、難易度は上級、シナリオは小牧長久手の戦い、選択大名は上杉。第36回を始めさせていただきます。前回は分断された羽柴の領土を着実に奪取し、ついに新宮城も奪取したところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。さて、それではこちら9800来てますね。これは結構蘇合城はやばいかもしれないな。同数だな、ほぼほぼ。増援部隊を出しておきたいところ、柿崎影家頂戴したく、出していきましょう。城を落としてみせる。で、あとはこちらですね、秋城にもちょっとね派兵しておきたいところですね。広城からご命令を。まずは総合城かな。城攻めですか、心せねば。で、近江八幡、酒延さんから秋城出しておきましょう。あと大垣からとか無理だろうな。亀山ならいけるかな。亀山からだったら秋城ギリギリだな。で、アノツ、アーノッツは95日しかないから無理と。とりあえずこんなところかな。シギザン、シギザンも出せますね。ご命令のまま、ちょっと秋城に向かわせましょう。心せねば。で、ダメそうであればまた増援出していけばいいですね。蘇合城がちょっと危険かもしれないな。さて、それでは鳥取城に向けて進軍です。準備を万端整えよ。天徳寺さん、仲間になってもらいましょう。川の江城で灌漑水路が建設可能、完成と。そしたらもう一つ立っときましょうかね。お金、賜り申す。で、はい、白地城で商人町。白地城、商人町、灌漑水路建てよう、灌漑水路。二つは必要だ。こちらに。とりあえずこれでいいかな。ん、またぶつかりそうになっちゃうね。こちら行って鳥取城行きましょう。城攻めと行くぞ。密集させてから行きましょう。はい、金ヶ崎に配下軍団が進行してもらってると。楽市楽座で収入上がってますね。で、楽市楽座、次まで行くと3等級だが、金銭収支が329まで減ってしまう。やってみましょう。多分いけるはずだ。329まで減るって出るけど、多分2000ぐらいは残るはず。心得申した。ちょっとやってみましょう。で、取引で家宝、買えるもの買っときましょう。では進めましょう。さて、それでは全軍で鳥取城に向かいましょう。城攻めと行くぞ。鳥取城8部隊ぐらい揃ってるかな。なんか揃ってない気がするな。こちらが一生懸命調整かけてるけど全然揃ってない気がする。合戦会やってみましょう。やっぱり揃ってないね。これは無理でしょう。8部隊揃うの無理でしょう。鳥取城無理だね。これはちょっと合戦しちゃおう。これはもうやるしかないわ。これはもうやるしかないですね。うん、右翼が結構厳しい部隊ですね。あー、黒田官兵衛またいますね。となると右翼に謙信置いて、左翼に5000の強い部隊も置きましょう。さあ、開戦です。さて、それでは長野成政さん、高台抑え、真田幸村、そして一気に軒口まで謙信は向かわせましょう。本願寺賢女は幸村のサポートですね。で、千坂さんは同じように謙信のサポートで向かわせましょう。で、天笠さんは一気に進んで、村上義樹は高台、天笠さんは一気に軒口狙いましょうかね。で、斎藤智信も
ここまで行って左翼でどちらでも対応できるようにしましょう。では進めていきましょう。まあ加藤清正がね兵数少ないですからね、加藤清正は兵数少ないからまあ一気にいけるでしょう。はい、制圧完了。いいねいいね。はい、騎馬突撃発生。お、高台抑えられましたね。ちょっと待てよ、これ高台抑えられたので攻撃を受けてますね。ちょっと下げましょう、うん、大丈夫。そしたら分かった分かった、一番やり分かった。そしたら一気に軒口まで行きましょう。斎藤智信も一気に軒口です。騎馬突撃食らっちゃってますね。いいよ、高台から行かけましょう。ん、芝佐公これ強撃される、まずいまずいまずい。あー、そしたら謙信は突撃させて千坂さんで島佐君を抑えましょう。はい、制圧。斎藤智信、まあ行っちゃっていいか。はい、撤退。いいよいいよ、いよいよ。はい、加藤清正撤退。一旦逃しましょう。はい、福島正典も撤退。ん、どうした？あらららららら、壊滅か。いよいよ一気に行きましょう。柴佐君も撤退と。はい、柴佐君壊滅。敵を攻めます。そしたら軒口を落としましょう。もう終わりますね。はい、羽柴秀吉も撤退。こちらの要所を落とせば終わりですね。そしたら黒田官兵衛と当たるまでもないからちょっとやめときましょう。混乱をね食らいたくないですからね。いや、千坂さんもいいよ、この要所押さえよ、それで十分だから。これで威風弱発生ですね。鳥取城周りは、はい、優勢勝利で鳥取城周り落ちるかな。はい、優勢勝利1894。まあ優勢、本当に圧倒しましたね。優勢勝利でしたね、本当に言葉通りでしたね。で鳥取城付近、勝利を叫ぶ、世に示す。まさか、ちょっとしか減ってないですね。鳥取城を向かわせて、こちら4部隊で上市城を向かわせましょう。では進めましょう。相手が悪かったと思う。でこちら包囲中なので、はいはい、分かった。政策の合計レベル、島津家との同盟延長切れ、延長しましょう。強行しましょう。戦ぞ、陣を整えよ。戦となるぞ。これは攻撃、あれやるまでもないな、勝手に強撃になってますね。合戦するまでもないですね。で石山ごぼうが商人町2つ、米問屋考えしろ。あとどうしようかな、米問屋建てるまでもないからな。ちょっといいや、もう任せちゃおう。委任に進軍で2打詰め状、まあいいでしょう。であとはちょっと待てよ、労力が5ありますね。
この辺りも全部 OK ですね。あ、岸和田城誰も配備してないんじゃないか。誰も配備してないですね。これは良くない。大野さん配備しましょうかね。そしたら畠山義綱さんでもいいけど、畠山さんにしよっか。知略も高いですしね。あ、山上道教さんいますね。山上さんにしましょう。お前の喜びにござる。で、側近の足軽大将も少ないんだよな。配備できる人がほぼほぼいないというね。山上道教さん配備しておきましょう。お前の喜びにござる。で、あとは浄化施設で岸和田。米戸には石高不足か。考え水路立てときましょう。ちょっと岸和田を今度は少し僕の手で発展させていきましょうかね。で、援国投与できるのでやっていきましょう。で、国境紛争また起こしてますね。まあほっときましょう。論功交渉やっていきましょう。外の喜びぞ。ありがたく存じ。さてさて、それで合戦かですが、まあ放置でいいですね。城を落とすぞ。続け。で、強行中と。戦となるぞ。はい、川の以上、灌漑水路発展、完成と。そしたら米問屋作れるので作っていきましょう。やり遂げてみせましょう。あとは商人町作ればいいですね。はい、白地城でも灌漑水路が完成と。で、こちら商人町作ったので、ちょっとね、待機ですかね。他にやりたいことやれることはあるかな。米問屋は作りたいしな。こちら2打詰め所1個撤去の灌漑水路にしてきますかね。こちらに。では進めていきましょう。敵を打ち払う。松も飾ったの。おお、三好将軍、三好先岩さんかな。討ち死にですね。戦ぞ。陣を整えよ。城を奪います。お、蒲生氏郷が、ということはここですね。あー、方位か。3400。あ、柿崎景家来るからいいですね。そしたら強行に設定していきましょう。うん、大丈夫ですね。秋城を落とす方が結構厳しいかな。では進めていきましょう。鳥取城ももうすぐ落ちますね。鳥取城ももう陥落と。よし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 。いや、行ける部隊で行きましょう。この2部隊はちょっともう無理ですね。で、この4部隊のうち長野成政さんも38日、ちょっと無理かな。長野成政さん38日は撤退で、上杉謙信33日、こちらも撤退ということで、斎藤智信さん上市場に向かわせましょう。これでいいでしょう。で、あと政策で小荷田隊配備やりたいんですよね。ただこれやるとな、もう真っ赤っかになっちゃうからダメですね。楽一楽座が47日、あともう少しですね。で、兵糧、家宝が買えるもの、6等級買っとくかな。でもお金がな、お金が3万っていうことでね、移転はあんまりまだ考えてないですが、ちょっとねお金がないのでやめときましょう。で、そうだ、鳥取城配備しとかないと。大野さん配備しときましょう。で、鳥取城に施設で委任で OK でしょう。では進めていきましょう。これで落ちるかな。兵糧足りるかな。それが問題だな。我が部をご老じたか。お、あー、マジか、台風が来た。ただ労力は3ある。九州と四国だけならありがたいが、機内にもちょっとかかってしまった。城は我らのものだ。よし、金ヶ崎陥落。
お、北陸を治めましたね。北陸の城は当家が治めたということで、いや、この図いい図ですね。さてさて、もちろん天下を目指して続けましょう。で、畿内を治めて、あと残り29の城ですね。取り掛かろうぞ。いよいよ岸和田で考えすぎろと。それではこちら白地城に米問屋建てときましょう。こちらに。あ、で河川氾濫とか出てきましたね。やっときましょう。わかり申しました。取り掛かろうぞ。ちょっと時間かかりすぎたな。60日か。我が武を示す時。謙信でちょっとねやって19日でしたからね、ちょっと失敗したな。で、包囲中なのでもちろん強行で落としていきましょう。急ぐぞ。はいはいはい。我が武をご老じたか。いいよいいよ。城を制しました。よし、総合城陥落と。いいよ。生け捕りとしたぞ。投与していきましょう。にはお使いできません。あー、堀秀政せっかく捕まえましたけどね、もちろん解放していきましょう。感謝いたします。そしたらこちらは、あー、でも結構まだ兵糧あるな。秋城までちょっと向かわせましょう。兵糧ないからね。高屋城前田利家向かわせるかな。高取城の柴田さん、秋城に向かわせましょう。そして高屋城の前田利家さんも向かわせましょう。で、これで橋場家は結構西国にあるのよね。この辺りあるんですよね。ちょっと待てよ。委任軍団攻め取るのはいいけど、ん？前田家、丹羽家を滅ぼしたのか。沢山とか落とすんじゃないよ。わざと残してるんだけどさ。ちょっと、表情で軍団編成で、城攻略してこう。長浜の千世山が加わってるんですね。で、立部山まで行かわせるか。ただ、本拠、長浜、沢山までだったら、大丈夫ってところか。そしたら逆に沢山まで落としてもらうか。立部山だけ残せばいいんですね。これでいいでしょう。さてさて、で、あと比叡山と水戸屋城と合山戸田城ですね。合山戸田城、この辺りは鳥取城とかこの隅城とかこの辺りの城で攻め落としたいところですね。で、二条御所に剣心戻ったので、まずは長野さん出していきましょうかね。沖潮城に向かわせましょう。で、あと行かせられるのが剣心ですね。沖潮城に向かわせましょう。で、昇龍寺から沖潮城、そして天笠さん、昇龍寺に向かわせましょう。で、あー、雪村はまだ参戦中か。剣女1100で宝月城、あとは木村さんの部隊で木村さんの部隊でガッサンと同じで、三木城で光月城、姫路城でも光月城で、武田城もマックスまで兵が回復しているのでガッサンと同じで、この隅城もガッサンと同じに向かわせましょう。城攻めですか。いやー、一気に橋場家を落としたいところですね。あとは鳥取城が兵力回復したらですかね。では進めましょう。
いかがだったでしょうか。羽柴の分断された領土を一つ一つ落としていく我らが上杉家。しかしやっぱりね、離れたところにあったりするとね、なかなか機内からは遠くなってきたので、兵糧が厳しくなりつつあるかなっていったところでございます。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。